タバスコ州は、メキシコが死州国の31の州の一つで、カンペチェ湾南岸一帯を占め、ベラクルス州の南東、チアパス州の北方、カンペチェ州の南西に位置する。また、テワンテペク地境の北半を占め、南東には、グアテマラのペテン県が接している。州とは、ビアエルモサであり、面積は25,267平方キロメートルである。 2010年国勢調査で州の人口は2238,818人。先古天気中期には、オルメカ文明の中心地で、祭祀センターのラベンタの巨石人登像やマウンド群が築かれ、紀元前800年から紀元前500年頃にかけて繁栄した。また、古天気には、マヤ遺跡コマルカルコが築かれた。タバスコ州についてのスペイン語の記述が見られるのは、 いわゆる、征服者の一人、フアンデグリハルバが1518年6月8日に、現在グリハルバ川として知られる大河の川口付近に上陸したという記録が最初のものである。征服者、エルナン・コルテスがタバスコのチョンタルパ地方に上陸したのは1519年3月12日で、品臭かったことでよく知られているポトンちゃんの、 チョンタルマア集落でのタブスキューブとの戦いに勝利する少し前のことであった。その後、現在、サンタ、マリアデラ、ビクトリアの名前で知られる村が3月25日に建設されている。これがスペインがアメリカ大陸の土地を領有することになる契機となった最初の出来事である。被災のフライバルトロメデオルメドが新大陸最初のミサを行い、ポトンチャンの住民は、 スペインによるアステカ征服の鍵ともなった女性マリンチェオ・コルテスに引き渡すことになった。1525年には不安でバリエシリョがタバスコの総督になったがその地位は長くは続かなかった。1529年ユカタンの征服者で知られるフランシスコ・デ・モンテーホがタバスコ総督になった。1717 17年にはタバスコの人々は イスラデトリスの海賊たちを打ち破って追い払い、ヌイストラセイニオラデルカーメンの村を築いた、不安でアメストイの統治下にあった。以後、1821年にメキシコが独立するまで302年間、タバスコはスペインの統治下にあった。ありがとうございます。